はい、皆さんおはこんばんにちは、バットです。今日はですね、12月17夜の9時21分ですね。今日もね、一人喋りをやっていこうと思うんですけれども、久しぶりですよね。でも前回が10月29日だったので、まあ一月半ぐらいか。意外と空きましたね。やろうやろうとは思ってたんですけど、まあもうちょっとね、話すネタがこのできてからかなとかって思ってたのと、意外とちょっとね、休みとかバタバタ、まあキャンプも含めそうですけど、バタバタしてて、なかなかちょっとそのやる喋ろうかなっていう気になる余裕がなかったっていうのもこの1ヶ月半の間ありましたね。まあまあぼちぼちと今日も喋っていこうと思います。ちょっと待った、すみません、くしゃみが。はい、では趣旨、この番組は私バットが日頃思ったこと、感じたこと、体験したことなどを一人で勝手に喋る気ままな内容となっておりますということです。いやーね、12月も半ばぐらいに近づいてきた割には、まあ寒いは寒いんですけどね、そんなにめちゃめちゃ冷えるっていうのがまだかな。まあ一時ね、ちょっと冷えた時はあったりはしましたけど、まあ、最近またちょっとなんかぬるいなっていう気はしますね。まあちょっとね、今日もハイボールを作って飲んでいこうかな。でね、前回が10月29日だったでしょ。キャンプはね、1,2,3,4回やってるか。そうだね、10月の終わりだから、そうだね、4回やってるね。まあまあ、それの話もの後からしたいと思います。でね、今日ね、喋るネタをちょっといろいろと考えてきてはいるんですけれども、そうですね、9月の、半ばぐらいから、ちょっと待って、飲もう。ちょっととあるきっかけがねあって、自分でね、お弁当を作って会社に持ってくというか、昼飯をね、仕事の昼飯をお弁当を作って持ってくってるのが、その9月の半ば以降からやってるんですけど、まあきっかけは、三女が、一番下の娘が弁当を作ったるわみたいなこと言われて、ほんじゃ作ってよって言って、それで弁当一回作ってもらって、それをまあその時食べたんですけど、あ、自分で弁当作るのもありかなってね、その時、それきっかけで、その次の、もらった次の日ぐらいから、ちょうどお弁当箱も家にあったし、作ってるんですよ。で、そうですね、月金で言えば、週3回か4回ぐらいは作ってますね。まあ、1週間ずっと5日間作る時もありますけど、まあ、そういう弁当男子、じゃ弁当親父、ね、そういう風になったんですよ。で、何がねいいかっていうと、まあ自分営業で外回りしてるんで、まあだいたい外で食べるんじゃないですか。もうそれもね、ほんとね、食べる場所もね飽きてきてるんですよ。もうラーメン屋とか定食屋だとか、カレーね、とんかつ、コンビニ弁当、コンビニおにぎりみたいなのが、まあ大体もうそこに、昼にいる場所によって決まってきちゃってて、もうほんとね、今日どこで食べようとかつって、もう日々飽きてるのは飽きてたんですよね。で、自分で作るようになって、まあそういうどこで食おうっていう考えなくても良くなったっていうのが一つ大きいですね。で、お弁当つっても本当適当ですよ適当で、たまたま家にあったお弁当がソフトバンクのお父さんのね、デザインのお弁当箱が家にあったんで、それ使ってるんですけど、
本当は大小と2段になってるんですけど、もう1個はいらないと、下側の小の方はいらなくて、長細い1段にご飯とおかずを詰めてってるっていう感じなんですよね。もうご飯も適当に詰めて、であるもんだけで、冷蔵庫の中のあるもんだけでもう適当になんか炒めたりとか、まあ卵焼きは絶対入れるかな、まあ卵は普通にあるんで、卵焼きとかスクランブルエッグにして入れたりとか、もうなんか玉ねぎ、ピーマン、ちくわとかそういうのを適当に炒めたりとかで、梅干し入れてみたいなね、そういう感じ、ほんと適当。もうお弁当のためにわざわざ材料は買ってこないよっていう、そういう感じで、あるもんだけを適当に使ってるんですね。だからもう彩りとか、栄養バランスとかそういうのは一切考えなくて、ただ一食っていう感じに今のところはそういう風なんですけど、まあそれでもね、そのたくさん入れないんで、そのね長細い弁当1段だけなんで、まあ食べ過ぎないっていうのは一つありますよね、うん。かといってまあ体重減るわけではないんですけど、まあ、食べ過ぎないっていうのもあるし、あとまあ外食すればね700、800円とか余裕で使うじゃないですか。そういうのがもう全然財布からお金が減らないっていうね、そういう感じにもなってますね。なのでね、なんか作り始めたら作ること自体は全然気にならなくて、もうなんか家帰ってきて夕ご飯食べたら、もうその食べた席を立つついでにおかずを作るっていうね、そういう弁当箱を洗っておかずを作って翌朝詰めるみたいなね、そういう流れになってきてますねまあまあ悪いことではないかなとかと思うんでね、まあそのとりあえずね、この寒いというか、まあ真夏のこの腐りやすいとか傷みやすい時期じゃないので、まあそういうことをこれから、まあ、当分ねやっていこうかななんて思いますけどね。多分ね世の中のお母さん、まあお父さんも含めるかもしれませんけど、お母さん方はね、旦那さんの弁当、子供の弁当とかってね毎日作ってらっしゃるわけですよ。でそれはやっぱりね、自分のためじゃなくて人のために作るんで、いろいろとそのね考えたりとか、その工夫されてると思うんですけど、まあ自分で食う分にはね、何入ってるかってもいいんですよね、食えりゃいいっていう気になるんで、なんか気楽に作れていいかなっていうふうに思いますね。もう前の日の残り物詰めるとかさ、そんな感じですよ、はい。でもね、他人の弁当食べてみたいんですよね。これもう前からもうずーっと前から言ってますけど、他人が作るご飯料理っていうか弁当食べてみたいんですよね、本当に。他人の家庭の味に興味津々なんですね、うん。美味しいとかまずいとかじゃなくて、もう興味があるっていうね、どういう感じで、どういう風なんだろう、料理っていうよりはなんかお弁当っていうね、そういうのに憧れるんですよね。憧れるっていうか食べてみたい。だからさ、会社にお弁当持ってきてる女の子が2人いるんだけど、ホットモットでお弁当買ってくるから、その自分で作った弁当と交換しようって言いたいくらい逆に俺はいいけど、そのいやこんな弁当申し訳ないみたいなことになるかもしれんけど、それぐらいちょっと興味があってね、食べてみたいなっていうそういうことですね。まあ弁当おっさんね、親父、まあ当分続けていこうかななんて思ってますね。次の話題はですね、そうですね、この間2週間ぐらい前かな、遠方のね友達が岐阜に遊びに来てくれて、昔もう15年以上前、もう15、16年、もっと前になるのかなぐらいに、その
遊んでたメンツとね、集まろうというか、まあ自然に集まったんですけど、4人ぐらい集まって、夜飯食ったりはしたんですけど、その遠方から来た友達っていうのが、車椅子になったんですね。車椅子で来てる。で、家からっていうか、その在来線、タクシーに乗って、在来線に乗って、特急に乗って、新幹線に乗って名古屋まで来るっていうね、そういうハードな道のりなんですよ。だからまあいろいろ含めると5、6時間かかるんですよね、岐阜まで来るのにね。もっとかかるかな。それを車椅子で一人で来るということで、まあ心配はしてたんですけど、まあ岐阜まで来るということなので、まあ名古屋まで自分は迎えに行って、新幹線のホームで出てくるのをね待ってたんですけど、まあね、ちょっとね感心したっていうかね、驚いたっていうのが、まあ普段車椅子の人と接してなくて、まして、その電車とかね、そういう公共交通機関で来るっていうのは経験したことなかったんで、どんな感じなのかなと思って待ってたんですけど、やっぱりね JR のね職員とかの人がすごくやっぱりよくしてくれて、まあ来る時もそうだったし、帰り翌日泊まって、朝自分岐阜駅から名古屋駅まで行って、名古屋駅で見送ったんですけど、もう多分乗車券を買う時からもう車椅子で一人っていう情報が、その各駅乗り換えの駅に全部申し送りっていうか伝わってて、自分名古屋駅で迎えたけども、職員の方が車椅子を中から外に出してくれて、岐阜行きのホームまで車椅子を押してくれて、まあ当然エレベーターつかないといけないんで、エレベーターまで案内してくれて、下ろしてくれてみたいな感じで、で岐阜行くホームにはもうこのスロープを持った係の駅員さんがいて、電車来たらスロープをかけてくれて、車椅子のね止めるとか、その乗るスペースがあるところに入れてくれると。まあ自分たちが押せばよかったんですけど、やってくれたんでありがとうございますって見てたんですけど、この岐阜駅着いたらもうそのホームというか、その外側にそのスロープ持った駅員さんが待っててくれて、でまあその時は自分らで押して、エレベーターこっちですよっつってやってくれたんですけども、その申し送りっていうか、そのね、まあ僕らにしてみればレアなんでしょうけど、まあ職員駅員さんとかはまあよくあることだとは思うんですよね、そういう車椅子の人が一人で来るっていうので、まあ慣れてるとは思うんですけど、あすごいなって、全部申し送りしてって、そういう待っててくれるっていうのはね、本当はすごいなと思って、で帰りも岐阜駅から名古屋まで送ってきましたけど、そういう感じでしたし、まあ名古屋からその家まではまた新幹線、特急、在来線、タクシーは一人でやってたんで、それも多分全部駅員さんとかそのタクシーの人がやってくれたんだろうなって思いながら、やっぱりそういう車椅子でも来ようと思えば来れるんだなっていうふうには感じましたね。普段そういう部分はわからないんで、初めての経験でしたけど、なんか付き添いの人がいなくても、ある程度は、まあでもそこまでできたのはもう大体どこでも行けるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。だからそのつれもまた来るわ、もうものすごく疲れたとは言ってたけど、でもまあこれるっていうことはね経験したんで、また来るよなんて言いながらね、後からねそうやって話したんですけど、まあでも JR とかそういう
対応っていうのはまあいろいろあるとは思うんですけど、僕が見てて、あ、そういう申し送りしてくれない本当ありがたいな、助かるなみたいな、そういう気になりましたね、うん、もう本当にね。はい、そういうことをちょっとこの風にこの間思いました。んで、あとはね、またキャンプの話かな。とりあえずね、前回の一人喋りからキャンプは、鮎川園地、福井市の鮎川園地でやったっていうのと、まあ、3連休の時に、2泊3日で一色の森、それから動画上げてないんですけど仕事終わりからの大津谷に行って、まあ、大津谷メンバーというか大津谷の主というかそういう人たちと、まあ、なかなか飲む機会がなかったんで、まあ、初めてじゃないけど、まあ、新しい初めてのメンバーさんたちと、メンバーとかその方たちと飲んだっていうことと、それから先週の同志椿荘のキャンプかな。だから、前回の一人喋りからは 1,2,3,4 回か、4回やってるんだね。でね、まあ振り返るってわけじゃないけど、鮎川園地はね久しぶりに行ったっすね。で晴れてたし、まあ動画を見ていただければわかると思うんですけど、晴れてたし、やっぱね、夕焼けがここで見れるか見れないか、海に沈む夕焼けを見たいっていう、そういうロケーションなんで見れたらいいなって言って、過去2回見れなかったんですよね、曇ってて。で今回晴れてたからすごく期待してたんですけど、結局夕方になったらその水平線に雲がかかってて、その海に沈む太陽っていうのは見れなかったんですよね。でもね、やっぱね、海の近くっていいっすよね、うん、すごくいい。カニもね、カニもセイコガニ買ってつまんで食べてましたけど、まあ旬のものも食べれて、海見れて、ダバダバに飲んでのんびりできたかなっていう風に、そんなキャンプでしたね。それから11月の終わりの一色の森は2連泊したんですけれども、雪はねまだなかったんですけど、それでもマイナス5度ぐらいになったんですよね。自分の予想では、まあ、せいぜい0度とかマイナス1度とか、まあ、マイナスになるかならんかぐらいの最低気温かなって思って行ったんですけど、まあ、全国的にこの日は23、24、25かな、11月の全国的に冷え込んだみたいで、もう寒かったですね。そのマイナス5度になるとは思ってなかったんで、そんなにね、ストーブとか持ってて、まあ、そんなねガチガチの冬キャンプになるとは思ってなかったんで意外でしたけど、まあやっぱ一色の森だなっていうふうに思いましたね。うん、でここはもうなんかね、雪がうっすら積もったみたいなことをね Facebook に書いてあったんで、いよいよねここでの雪中キャンプがまた再び来るかなっていうふうに思ってね、ちょっと楽しみですね。で、その後にまあ大津谷で仕事終わり飲んで、まあなかなか普段お会いはしたことあるんですけど、一緒に一晩過ごしたことないメンバー人たちと、まあ、飲んだり、初めての方もいましたし、楽しかったですね。うん、もうダバダバ飲むだけですね。でもなんかね、仕事帰りのキャンプって一人で行く場合もありますし、大津谷にあのね、いつもいるメンバーのところに参加するのもたまにはいいかなっていうか、うん、そんな風に感じましたね。で、そう、椿荘オートキャンプ場へ行ってきた話もしないといけないんですけど、12月の8、9とね、お誘いを受けまして、その行ってきたんですよ。で、道志、山梨県の道志地域っていうのを初めてでして、
まあやっぱりね、動詞動詞って聞くんで行ってみたい場所ではあったんですけど、なかなか自分一人ではっていうきっかけがなかったんですよ。今回ね、そのアッキンさんにお誘いいただいて、九州からキャナボさんも来るしってって言いながら、関東の方々とね、10人ぐらいかな、10人かな、10人で、一泊してきました。でね、ごめんなさい、今その椿荘のキャンプの模様がね、まあキャンラボさんであり、南さんであり、メルさんであり、ゴロンさんでありって動画をちょっと上がってきつつあるんですけど、自分もね動画撮ってたんですよね、途中までは。で編集を始めたんですけど、ほとんど撮ってないもうね、最初ついて夜、まあキャンラボさんのチャンネルで YouTube ライブやったんですけど、そこに参加してした以降一切動画撮ってなかったんですよ。だからもうほんとね、出すその全体的に紹介できるようなちょっと内容がなくて、でまあ撮るところまでは あるところまでは編集して、その、編集して、あとはちょっとその後この部屋で撮った言葉でナレーションをつけて補ってその様子を伝えたんですけど、やっぱりねちょっと出せるようなネタがないんで、今回ちょっとね、この椿荘は自分だけの記録で公開はなしの動画になるかなっていうふうに思ってます。はい、申し訳ないなって思うんですけど、でね、その様子はね、さっき言った動画、多分僕のチャンネル登録されしてあしてる皆さんのところにどんどん上がってくるんでね、気になる方はそっちをね見ていただければいいと思いますね適当に投げてるな俺。であとキャンラボさんとメルさんと自分と3人で YouTube ライブやってるんですけど、そのキャンプ場から1時間半やったかな。それはねものすごく楽しかったね。2月に九州行ってキャンラボさんと2人でやった時も楽しかったんですけど、今回もなんか緊張はしましたけど、話し始めたらあっという間でね、やっぱりみんなと、まあみんなっていうか、そのキャンラボさんファンの方々とそのコメントを返してこうやり取りするっていうのは本当楽しかったですね。で自分はもうその YouTube のライブ、キャンプ場からのライブ配信は封印してるんですよね。1年以上前もうその YouTube のライブをやって、もうちょっとね、もうひどかったと、酔っ払ってもうめちゃめちゃな内容で配信してしまって、まあ後から反省はしてもうキャンプ場からは YouTube ライブやらないと、もう自分で決めた、それ以降はやってないんですけど、なんか俺もまたやりたいなっていうふうにちょっと思った次第ですね。まあ自分がやってもね、そんなに多分人来ないかもしれないとは思うんですけど、ただまあリアルにね、そのコメントをもらってリアルタイムでそれに対してみんなと皆さんと交流できるっていうのはね、たまにはいいかなと。だからまあ酔ってなければいいんですよね。シラフの時にやるのはありかなっていうふうにちょっと思いましたね。酔っ払ってくるともうむちゃむちゃになってしまうんでね、ダメですけど、まあシラフの状態の時にやってみてもいいかななんていうふうにちょっと思いました。もしくはちょっと酔ってても止めてくれる人が隣にいる時にもうダメだよって、それ以上言っちゃダメだよっていう人がいる時にやってもいいかなっていうふうにちょっとだけ思いましたね。まあ やりたいとかやろうとは思ってないですけど、まあ、ちょっとやってみてもいいかなってちょっとだけ思いましたね。はい、で今回のそのね、椿荘に集まった方々、本当ねありがとうございました。まあ
ね、全員が聞いてらっしゃるかどうか分かりませんけれども、本当ね、楽しかったですね。もうね、お世話になりっぱなしなんですよ。お世話になりっぱなし。まあでもね、これはね、やっぱりその現地、ね、いろんなところに行きますけど、その現地の方にもうちょっと甘えようと思って、キャンプ場のサイトの手配、キャンプ場の手配とか、そういう料理とか装備とか場所等々のことはもう行った先々の方には甘えようかなっていうふうのがね、思いますね。でもこっちに、もしこっちにね、岐阜の方に来てくれるんであれば、逆にそれは全力でね、おもてなしというか、もう段取りし、そういうのでいいのかなっていうふうに思ってますね。別にその人に返さなくても、そういうことしてれば回っていくかなっていうふうにちょっとね、思ったりもしますね。でね、さっき言ったあの一色の森ね、もう雪が降ってもうマイナス10度を超えてきてるんですよね。あの下回ってきてる気温みたいで、いよいよ来たなっていうふうに思うんですよ、雪中キャンプがね。で今年の、1月にその一色の森の雪中やった時はマイナス19度だったんですね。で、でマイナス19度で藤香ちゃん持ってったけど全く役に立たなかったっていう話を、多分その1月っていうか、その行った後の、一人しゃべりでも多分喋ってると思うんですけど、もう全くその藤香ちゃんだけではマイナス15度以下ではね、テントの中は温まらないと。でもう一色の森の雪中キャンプだけのために夏に薪ストーブを買ったんですよね。まあ多分それも一人喋り喋ってると思うんですけど、前あのその夏頃のね。でやっとそろそろ活躍する時期が来たんですけど、まあいきなりぶっつけ本番で一色の森行って雪中でテントにインストールするっていうのはちょっとね怖いから、事前にまあその薪ストーブ、この1回目のね焼きみたいな、焼きというかその火入れみたいなのもあるから、まあこっちでやろう、その1回は使ってどうテントの中に配置して、煙突をどう立ち上げてどう固定するかみたいなことも全部やって挑みたいなとは思ってるんですけど、それをやる時間がなかなかなくてですね、ほんとね、いつやろうかと、まだ煙突も買ってないんですけど、本当ね、ちょっと今、いつやろうかっていう状況で、もうそろそろやんねえと、あの一色の森が来るぞっていう感じですね。とりあえず藤香ちゃん、藤香ちゃんじゃない、あのメガホーンと、それからレボドームにインストールしようかなとは思ってるんですけど、レボドームでかすぎるかな、あんだけ温まるかな、まあでも温まる、まあちょっとね、その辺はちょっと試行錯誤しながらこれからやっていきたいなと思うんですよね。薪ストーブはね、北海道のね、新保製作所っていうところの卵型の小型のやつをね、買ったんですよね。なんか小型サンゴ、なんだっけな、卵型3面窓付きストーブ、ファイヤーサイト小サイズ、小3号サイズっていうのを買ったんですよ。まあね、ちょっとね、多分いろいろと運用の問題ではいろいろとまだ分かんない部分があって、まあ運用とかも別に燃やすだけなんでしょうけど、まあいろいろとこの煙突とかのこの地面と下のこの隙間の感じとかがまだつかめてなくて、まあとりあえず一回近場のキャンプ場で使ってみるかなっていうね、そういう感じになってますね。だからね、早く使いたいんですけどね、やってる時間がない、火入れ式をやんないといけないっていうね、な感じかな。まあでも一色の森は年内に行こうと思ったんですけど、ちょっと年内は行けそうにないので、年明け
の一発目かな、年明け一発目に行こうかななんて思ってますね。でね、年内のキャンプの予定は、あ、そうなんですよ、今年今までこのキャンプ始めてから年越しキャンプってやったことないんですよ。もう 5年経ちますけど、年越しキャンプってやったことなくて、30、31はやって大晦日は家で過ごして 1、2とかね、その大晦日をキャンプ場で過ごすことなかったんですけど、今年はまあちょっと過ごしてみようかなと思って、年越しキャンプしようかなって思って、まあその一つの理由は、まあ、子供たちがうちに来ない、もう友達大晦日初日ので行く、あと仕事とかね、だからまあうちに来ないし、まあいいかとかって思って、でやっちゃおうと思って年越しキャンプを、まあまあ近場かな、どっかでやろうかなと思って、でテレビの電波さえ入れば、あのあれみたいですよ、その笑ってはいけないみたいんで、あのどっかのキャンプ場で電波さえ入れば、なんかねテレビ見ながらポータブルかなんかで見たいなっていうのが一つ。でも大体ね、俺ねいつもあれダバダバに飲んでね寝ちゃってるからね、途中で寝ちゃうから見れてないんですけどね。まあでもそういう雰囲気を味わえるから、ちょっと年末年越しキャンプを近場のキャンプ場でねやろうかななんて思ってますね。で、仕事納めが28日なんで、29、30、31、1だから1泊、2泊、3連泊ぐらいできるんですよ。で、まあちょっといろいろね、急遽なのかな、急遽じゃないけど、急遽今日決まったキャンプっていうのが、今日決まった話っていうのがありまして、まあとある人とキャンプしましょうという話が出まして、それをね、まあ某高原でやりましょうということで、川行こうかなとかって思いながら、はい、まあ閉鎖されてますけどね、こっそりやろうかなと思ってます。わかんないけどね、わかんないけど、それが一式も捨てがたいですけどね、一式にしようか、まあまあ、でまた場所変えて、一泊、場所変えて一泊だから、ちょっとキャンプ場を転々としながら、この一泊ずつね、3連泊しようかなっていうふうには思っております。一回も家に帰らないです。そうなんですよね、まあ白樺閉鎖されたんでね、冬季閉鎖ですからあれですけど、白樺も全然その夏以降行ってないですからね、久しぶりに行きたいんですよね、うん、まあ行こうかなとは思います。それからあとね、年越しキャンプをどこでやるか、岐阜市内にね、そうツイートでも言ったんですけど、岐阜市内にキャンプできる場所見つけたんですよ。もううちからほんと10分ぐらいのところに超穴場っていうか、まあキャンプ場ではないんですけど、キャンプできる場所を見つけたんで、そこでやろうかななんて思いながら、はい、ちょっとね、はい、いろいろと計画中ですね、この年越し年末キャンプ、うん、そんな感じかな。あとは
そう、今度来週、来週そうか、今週末3連休だね、22、23、24。まあ人間ドックがあったりとかしますので、この3連休ね、ちょっと多分キャンプできそうにもないかなって思ってるんですよ。ただキャンプはできないけど、ちょっとその薪ストーブの初火入れはどっかでこの3日間のうちでしようかなと思いながらも、まあ数人の人とデートしたりするんでまあ自分クリスマスが関係ないんですけど、まあこのね22、23、24ぐらいちょっとねパタパタっとね何人かとねおデートしたりはするんで、まあその合間にこの薪ストーブの火入れ、初火入れをね、まあキャンプ場じゃなくてもうちの前の空き地も やろうかなっていう気は知ってますけどね。はい、ということで一通り喋りたいことは喋ったかな。まあね、多分もう今年は一人喋りはもうしないと思うんで、年内というか今年のこの一人喋り納めということになると思いますけれども、この1年ね本当ありがとうございます。まあでもまあ動画では多分キャンプ動画ではまた上げですね。で、まあ、最後感はないんですけど、まあとりあえず今年の一人喋りは終わりっていう感じかな。あとね、ゲームね、ゲームはね全然やれてないんです。なんか全然やる気がないっていうのもあるのと、なんかね YouTube 見てる方がいい、ゲーム動画見てる方がいいかなと思って、今そういう感じ。もうちょっとねやりたい、もうねやりかけのゲームばっかりなんで、はい、もう仁王どうするんだっていうね仁王問題が残ってますね。もう仁王早くクリアしないと。まあ前回の人喋りも言いましたけど、仁王やりますとかって言って1回か2回2本ぐらい上げてからやってないんでね、まあまた仁王もね復活しながら新しいゲームもやり始めようかなとは思ってます。はい、ということで37分かな、終わりたいと思います。ではまた来年。